さんこんにちは。今回は、必見ポルシェチャンネルの第2弾です。私が以前乗っていた、この987ボクスターを題材にした動画が出ているチャンネルのご紹介です。その内容は、プロの整備士でもない、おじさんが、趣味で、バイクや車いじりをしている、YouTube チャンネル、やっていることは、プロ並みのいじりようで、このチャンネルのボクスター S に至っては、エンジン下ろしてオーバーホールまでやってしまいました。ここまで言えば、ご存知の方もいるとは思いますが、そうです。あの、かも有名な、まーさんです。チャンネル名は、まーさんガレージと言います。こちらが、まーさんガレージのチャンネルページです。ポルシェの他にも、コペンや、ビート、バイクは2、3台、まーさんにバラバラにされています。現在は W124 のベンツ 300E が、エンジンのヘッドカバーを外されて、バラバラになるところです。私は主にボクスターの動画を楽しんで見させていただいていました。素人ではとても触らないようなデリケートな部分でもお構いなしで整備していく動画をいつもハラハラしながら見ていました。整備するだけではなく、まーさんはボクスターでサーキット走行もします。そんな中、特に不具合もないのに例のピストン問題が不安になり、ボクスターのエンジンを自分で下ろしてオーバーホールに出し、またそのエンジンを自分で乗せるというとんでもない素人整備士さんなんです。その後ボクスターは無事にエンジンがかかって車検まで合格、見事に公道を走りました。ポルシェをこよなく愛している私たちがポルシェの車体の裏側からエンジンの中まで惜しみなく映像にして見せてくれる希少な動画だと思います。そんな映像を見せながらまーさんが分かりやすく解説をしてくれるというポルシェ信者にとっては絶対見なきゃ損すると言ってもいいチャンネルです。 URL は概要欄に貼っておきますので、ぜひこの後にすぐ飛んで見てみてください。今回のまーさんのチャンネルは知っている方もたくさんお見えになると思いますが、まだ知らない方々にどうしてもご紹介したくて早めに第2弾を出しました。今後もポルシェ信者のハートをくすぐるチャンネルを紹介していきます。その都度再生リストに入れておきますので、ぜひ登録して今後も再生リストをチェックしてください。それでは今日はこの辺で、またね。